MK タクシー MK 株式会社は、京都府京都市南区西9条、東島町63の一に本社を持つタクシー会社。1960年に青木さだおが南タクシーを創業する。MK は創業当時の名称である南タクシーと後に併合した桂タクシーの頭文字を取ったものである。東気町の本店は伏見営業所に現在もあり、以前の本社は、 京都市北区上賀茂西河原町一の一にあった。同社は MK 石油株式会社とともに MK グループを展開する会社である。地域ごとに統一された運賃体系が当然だった。当時のタクシー業界に疑問を投げかけ、MK は当時の運輸症相手に、いわゆる運賃値下げ裁判を起こした。この第一審で行政側が敗訴し、後に第二審で和解。 それを受けて1993年に規制緩和が実施され、運賃の値下げが認可されてから、個人客が MK を選んで利用する現象が起き、京都エリアにおいて一時、一人勝ちの状態となった。しかし、1997年にゾーン運賃制が採用されると、トタクシーが値下げ。さらに2002年に、青い自動車及びイギオン自動車が値下げし、最安値競争が勃発。 中型タクシーにおいても2004年に軽ネ自動車に最安値の座を奪われた。MKA は、他都市において、新出時に低料金を設定して差別化を図ったが、京都以外の一部地域ではわざわざ選んで、利用するような個人客は少なく、特に法人のチケット客が多い東京では、結局2006年に他社と同じ運賃に値上げしたが、2007年12月時は運賃を据え置いている。 同社は、独創的な経営、サービスで、京都のタクシー会社の大手の一つとして成長し、タクシー業界における規制緩和のきっかけを作った会社である。具体的には、ハイヤー並みのドア開閉サービス、新卒採用の学士ドライバー、禁煙車用、着物割引、空港乗り合いタクシー、月2回の MK 新聞発行など、既存事業者にないアイデアを、次々と打ち出し、 同業他社と比べ安価な運賃のタクシー会社で予約の多いタクシー会社との評価を得た。その一方で、オーナー、青木自身による運転指導における従業員へのパワハラ、2009年6月9日、第171回通常国会の衆議院、国土交通委員会において、車両、備品の運転手負担性が問題とされるとしている。2010年2月17日、 同社グループ福岡 MK が国を相手に起こした訴訟で国側は MK 側の経営手法などに対し憲法に定められる公共の福祉に反すると明言した旨を青木義明社長は意見陳述で述べた2012年12月5日に札幌市のタクシー会社の札幌 MK の元運転手の男女7人が契約1800万円の支払いを同社に求め 札幌地裁に提訴したことが分かった。訴状によると、同社は10分以上の停車を休憩時間として扱うほか、飲酒検査や点呼、記者後のタクシーの洗車時間を労働時間に含めていない。原告側はこれらの時間にも賃金が支払われるべきだとしている。原告側弁護士によると、7人は給与明細と自ら作成していた出勤記録から請求額を算出した。 2012年12月6日、北海道新聞長官によると、元運転手7人はいずれも2年ほど同社に在籍し、今年退職した。飲酒検査、転呼、記者後のタクシーの洗車時間は、契約3時間であった。7人は、未払い賃金契約1800万円と、これと同額の付加金の支払いを求めている。7人は、本来支払われるべき賃金のうち、1人、 最大414万円が未払いになっていると訴えている。同訴訟を扱っている北海道タクシー労働者支援弁護団のホームページによると札幌 MK においては賃金の詳しい計算方法は従業員に知らされておらず一部の原告がメモしていた出退金時間を基礎にして時間外手当を計算したところ不足分があったとする。なお同様の訴訟が 大阪地裁で行われ2009年9月、大阪 MK は敗訴した。2013年5月21日に在日韓国人系の近畿産業を信用組合は、青木貞夫会長と貞夫の実定である青木秀夫副会長を会食し同時に代表理事から上勤理事に降格させ、三男の青木義明副理事長を非常勤理事に降格したと発表した。 会見に出席した大本隆弘理事長は青木貞夫が世襲による組合の私物化を図ったと公格人事の理由を説明した近畿産業信用組合は企業統治の問題が原因で平成16年に金融庁から業務改善命令を受けており現在も解かれていない2013年6月5日韓国中央日報によると6月3日に 開催された臨時総大会によって3人全員を非常勤理事とするさらに広角となる人事案が可決された。大本隆弘理事長による青木貞夫一杯の広角人事によって近畿産業を信用組合から主たる取引金融機関として金融支援を受けてきた MK タクシーの経営も危うくなるだろうという指摘も出ているという。 2013年12月朝日新聞デジタルによると、東京 MK の運転手らが、未払い賃金の支払いを求める訴訟を2013年12月までに、相次いで東京地裁に起こした。請求額は、約4億円に上る。最終的には、全従業員の1割、近い約50人になる見通し。同社は、ハローワークの求人票などで、 固定月給35万円として運転手を募集。だがた、とえ月八8日から9日の高給日以外すべて出勤しても基本給に初手当てを加えた月額は約20万円にしかならないという。また営業前の車の点検や営業終了後の戦車、運行記録の記入時間などに費やす1日、約2から3時間が残業時間に参入されない。このため、 月額10万から30万円が未払いだと主張している。だが、同社側は固定月給35万円は、高給日に出勤した手当や残業代なども含む、点検や洗車に2時間もかからず、その前後合計30分を勤務時間に参入しているなどと反論している。上記の一部について、MK グループの東京 MK の元運転手十二人が未払い賃金など、 約7000万円の支払いを求めた訴訟の判決が15日に東京地裁であった。清水京裁判長は時間外手当の一部などが未払いだったと認め、同社に契約2100万円の支払いを命じた。同裁判長は東京 MK 入社後の教習期間の手当が労働基準法で定めた賃金を下回っていた。教習終了後も、 時間外手当を算定するための労働時間について、車庫に戻ってから30分後が退勤時刻とした東京 MK の市長を、戦車や日報記入などの作業は30分で、すべて完了しないとし退りけた。このように同社の経営手法や評価には、高いものと単に同業他社の妬みの部類ではない、厳しいものがあり、賛否両論がある企業としても知られている。 福岡の第一交通産業グループ同様に全国展開を図っており、東京、大阪、兵庫、愛知、福岡を設立、各種許認可を経て営業を開始した。なお、東京 MK 株式会社については、レモンガスブランドで LP ガス事業を行うかまたとの合弁である。近年では、貸切バス事業や学校などの特定輸送バス事業にも進出している。ただし、 京都市内で計画した循環路線バス事業については、京都市交通局はもちろん、並びに、他の交通事業者や京都商工会議所等からも難色を示され、結局、京都市長の諮問機関、京都のバス事業を考える会の最終答申、に基づき、京都市交通局の既存路線の一部の運行を、小型バスジャンボタクシーで行う。 代替モデル実証実験へ参加することで決着し、循環路線バス事業計画は取り下げた。東京 MK 社長の青木正明は、これまでに報道されているだけでも4度暴行、障害事件を起こしており、逮捕、書類送検の度に一旦社長職、同年2月25日午後10時45分頃から、同26日午前0時半まで、京都市西京区のホテルで泥水で、 意識不明の抵抗を不可能状態だった同志在住の20代女性に準強制成功したとして2018年3月22日に西京署で運転手が逮捕された。タクシー運転手として勤務中だった男は中京区河原町高屋区市付近で女性の友人の同情を拒否して泥酔状態の女性だけを乗せてホテルに連れ込んでいた。ありがとうございます。